大会が次々中止、歌う機会を奪われた合唱部員たち。みんなの前で全員が声を揃えて歌う最後のチャンスも失われたのです。サプライズに仕掛けたのは広瀬香美です。こんにちは。広瀬さんが部員たちに送った勇気のメッセージ。楽しいだけしか知らないような人間の歌って面白くもなんともないよ。苦しみや悲しみや悔しさを経験して、もう一度土曜日遊園地一年だったら晴れる。高校生たちと合唱のスペシャルコラボ、日本を元気にスマイルサプライズ。